はい、こんにちは、アボちゃんです。やったんで、やったんで、はいはい、はい、どうも。はい、今日はですね、アボ家でバーベキューをしたいと思います。はい、ちょっとね、今日アレルギー結膜炎で目が真っ赤、やばい。はい、ですね、実は今日バーベキューする予定だったんですけど、天気が悪くて、まさかのバーベキューができないっていう事態になってしまいました。もうめっちゃショック。はい、というわけでね、とりあえずアボ家で室内バーベキューをするんですけど、いっぱいね、お肉買ってきました。まずこれ、ザザン、湘南和牛焼肉 100g 800円だね、超高くね。うわー、見てこの、やばくね、超高えよ、マジでうまそう。これと、はい、国産牛タンスライス、うおー、うわー、でかー、 300g、 やばい。そしてこれですよ、ダダーン、山百合牛ブロック、牛の内もも 1kg。 すごくない、すごくない、やばくないこれ。はい、これでお家でね、お肉でバーベキューじゃなくてお肉パーティーやっていきたいと思います。では行く。フライパン使いまーす。焼きまーす。豪快に。うわー、美味しそう。コロ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 、うまそう。これだけでいいし、もう俺これとご飯でいいって。そこ終わる。誰も得しないよ。コロちゃんもお肉の匂いにつられて、なんかすごい、ね、今日こうカメラに寄ってくるけど、わ、これなんか俺の動画だけで結構再生数伸びそう。プロちゃんの これこのまま俺が喋らなければこのミュージックも、うん、いい感じで、うん、カメラ撮ってイエーってあれ入れなきゃダメだ、うん、ニンニク切ります。
ローズマリー。オリーブオイル、おお、あれお肉じゃん。これを平べったく成形していきます。火が通りやすいように切れ目を入れてくる。もみもみします。出来上がり。そう、俺がよくやってた。マジか。最初は何かみたいな、そういうのをやって取れてなかった、うん、いや、万年切ります。